やるしかないのか。手加減は無用です。手加減は無用です。
手加減は無用です。戦いに終わりはない。もう少し行けば森を抜けられるはずです。なあ、本当に森人のところへ行くつもりか？もちろんです。ここはもうアーリスタの民の領域です。本来であればこの地にすら足を踏み入れることは禁じられています。早く許可を取らなければたとえ殺されても文句は言えませんよ。いや、まあそいつはそうなんだが、この感覚はまさか。そのことを知りながらあなたたちここから先へ進むつもり？アーリスタの民の方ですか？盗み聞きするつもりはなかったのよ。ただちょっと耳がいいだけでね。でも
話をするときは気をつけた方がいいわよ。どこに耳があるかはわからないものだから。あのね、フィオナたちね、森人さんとお話ししに行くの。あら、かわいい子ね。私はフィリーネ。あなたのお名前は？フィオナ。はじめまして、フィリーネお姉ちゃん。あなたたちもこれくらい可愛ければよかったのにね。それは真剣に検討すべき問題だな。あの、フィリーネさん、私たち…言わなくてもわかってる。個人的には問題ないんだけど、決まりは決まりなの。ここから先は私たちにとってとても神聖な場所だから、せめて他の森人の紹介とかあれば私が口添えしてもいいんだけど。魔物を探している。この辺りで見かけたことはないか？魔物なら。あなたはどうした？この辺りに魔物が出たと聞いてきたんだが。魔物？ああ、魔物ね。実際には見てないけど、報告は受けているわ。実は、これから確かめに行くところだったの。そこはお前の言う、神聖な場所なのか？神聖というなら、この大陸すべてがそうだけど。そいつは違うだろう。自ら気づいた檻の中にいる今の森人に、それを言う権利はないはずさ。そうね、あなたの言う通りかもしれない。私の考える森人の定義とも一致しないし、それでも決まりは決まりなの。この先への立ち入りは許可できないけど、今から向かうところであれば案内できるわ。一緒に来る？いいんですか？魔物相手ですもの、人手は大いに越したことはないでしょ。場所はエリア大森林を東に抜けて、さらに東へ行ったところよ。案内するからついてきて。